はい、皆さんこんにちは、私は京都府立大学の井上直樹と申します。本日は、稲葉君山の断君神話認識、否定的評価と肯定的解釈の背後ということでお話を進めていきたいと思います。まずはじめにですけれども、近代、日本朝鮮との政治的関係あるいは経済的関係が強化されたともにですね、日本ではですね、積極的に朝鮮史が研究されるようになります。そしてその多くの研究者たちが、朝鮮の始祖神話である断君神話について関心を示しました。その理由の一つは、第一に朝鮮開闢の、最初のですね、神話である物語である伝承であったということ、それから2つ目は断君神話がですね、日本のスサノオノミコトと関連していたというふうに考えられていて、古代の日朝関係の歴史をですね、理解する上でとても重視されていたことがありました。その結果、近代日本の研究者や日本の植民地為政者たちにとってですね、断君神話はとても重要なものになります。そこではですね、為政者たちにとってより重要だったのは、断君神話はですね、朝鮮民族の悠久の長い歴史を歌っており、そして朝鮮民族独立の、歴史的あるいは思想的な、根拠とみなされていたことでありました。ですから、近代史研究者たち、あるいは植民地の為政者たちが非常に注目したわけですね。でその上で、断君神話はですね、植民地独立ということとも関わって非常に軽視できないものになっていったわけであります。その中の研究者の一人に稲葉君山という人物がいます。稲葉君山という人物は、朝鮮史、これは朝鮮総督府が編纂したものですけれども、そこに出てくる本の中にですね、断君というこの朝鮮神話の最初の人物をですね、高麗時代の伝説であるというふうに位置づけて、断君神話を徹底的に非難した、日本の研究者として評価されています。しかしですね、その一方で、そうした側面ばかりが強調されていて、稲葉が実はですね、断君神話を非常に肯定的に理解していた側面があることは、ほとんど言及されておりません。そこで問題なのは、それがですね、一体どういう状況と関わってきたのかを、追求する必要があるだろうということで、今日はそれについてお話ししたいというふうに考えています。それではですね、稲葉に先立ってですね、近代日本の研究者たちが断君神話をどのように認識していたのかということをまずお話ししたいと思います。近代日本の最初の朝鮮史研究者として評価されているのが林大輔という人物で、この人は朝鮮史という本を1892年に書きました。でこの本の中で断君神話はですね、後世の仏教家の作ったものであって、それは信用することができないものだということであるのはもう明らかだというふうに述べまして、断君神話を否定しました。そしてそれに対してですね、中国からやってきた岸が建国したあの岸伝説については、必ずしもですね、無形の断にはあらざるべしと言ってですね、決して否定したわけではありませんでした。続いて断君の神話について言及したのが吉田東吾でありまして、彼は日韓古史談という論文の中で断君降臨の話を伝えております。その中ではですね、不要の一派がですね、徐々に南下してきたんだというような歴史ではあるというふうに伝えてですね、現在のその吉林省にいたですね、不要一派がですね、やがて朝鮮半島に南下してきたんだということを伝えております。ですから断君神話はですね、その神話のような話ではないんだということで、問題視いたしました。さらに、これについて言及したのが中道夫でありました。中道夫はですね、朝鮮古史稿という書籍を書きまして、その中でですね、断君神話については仏法統流の後、宋との捏造に出たる猛談にして、朝鮮の古典にあらざることは一見して明らかなり。つまり、仏教が朝鮮半島に渡ってきてですね、僧侶たちがそれを、断君神話を捏造したことは、捏造したんだと。それは、嘘、でたらめであると。でそれがもともと本来の朝鮮の古い伝承であった
わけではないということは、まあ、一見すればすぐわかることだというふうに主張しました。そして三国式の高句麗伝にですね、高句麗本義にですね、平城は元、千人王権の宅地であるというふうに書いてあるところに注目しまして、まあ、段君は開国の祖とは見なしていないと、というふうに、だから三国式を書いた段階では段君が開国の祖ではないので、この段君にあたる千人の王権は、平城にいた千人だというふうに、まあ、解釈したわけであります。続いて、このダンクシーマについて言及したのが白鳥倉吉という、まあ、日本の東洋史の最初の活躍した学者なんですけれども、まあ、その人はダンクン子というふうな雑誌を書きまして、その中でダンクンの話はですね、もともとは仏教のお話に基づいた架空の仙人団の話であるというふうに述べました。そしてダン君が降りてきたという太白山という山は現在の平壌道の、妙高山にあたるというふうに主張し、さらに段木というのは山の中の高木であるというふうにしまして、そのことからダン君のことは全く仏教の話で、しかもそれも牛頭仙壇に基づいた、まあ、仮に作られたお話だということを我が輩は信じるのであるというふうに伝えてですね、南軍神話はですね、高句麗に仏教が伝わって以降、仏教がまあ崇拝されていた、北魏との交流関係が非常にあった、まあ、その時期に北魏の仏教の影響を受けて長寿王という王様の時に成立したのではないかということを推定しました。続いて、段君神話について言及したのが今西流でありまして、今西流は段君神話は、段君王権の段君というのは尊称である、尊号であると、で王権が名前であるというふうに解釈しなければならないんだというふうに伝えています。そして、王権というのは、まあ、平城を作った神様の名前であると、神人の名前である、まあ、神様というか神人って書きますけれども、これはまあ道教の仙人のような人に当たるわけですけれども、高麗中列王以降にですね、段君という仏教的な尊称が付け加えられて、以降段君のみの号のみがですね、まあ、伝えられて、まあ、王権という元の名前は忘れられてしまったんだというふうに、主張をいたしました。一方で宗教学者である高橋徹はですね、まあ、この段君伝説についてという論文の中で、聖虚集だとかですね、まあ、いろんな本の中に上巌、つまりまあこれ東大ですけれども、朝鮮半島ではまあ高句麗の英龍王の時代 に当たりますが、そこにまあ大釈天と妙高山とですね、まあ、関連させる記述があると。でこれは現在の三国志に出てくる話にも通じていて、ダン君はまあ ダン君の話の中にまあ大釈天が出てくるので、まあ、そこのところに注目したわけですけれども、ですから、ダン君という神話はですね、まあ、古い時代ではなくて高句麗の英龍王の時代にですね、御法のまあ神人として、作られたのではないかというふうに推測しました。でさらに三国志に今ダン君神話というのが掲載されておりませんけれども、これは非常におかしな、まあ、変わった話であるので、まあ、金不識というような真面目な政治家はこれを信じなかったんだというふうに、だから採用されなかったんだというふうに言っております。で一方で三国志のダン君の神話の記録はですね、まあ、熊の女が日光を避けるという部分があるわけですけれども、そこが三国志の下の神話と同じであるから、ダン君神話は本来は高句麗の建国者である主毛の話をですね元に作られたんじゃないか。そして、ダン君というのは、まあ、本来は主毛の物語を元に作られたものなんだけれども、ダン君は主毛よりも前の朝鮮最初の支配者というふうに位置づけるために、まあ、それを一番前に持ってきてですね、まあ、主毛よりも前に存在するように、まあ解釈されたんじゃないかというふうに、まあ、主張したわけであります。
こうした研究を受けて、小田省吾という研究者がですね、やはり1926年に、主張したのはですね、断崖神話というのは初めてその歴史書にちょっと書かれるのは、その高麗時代の中列王の時代であると。ですから、この中列王の時代の、高麗を取り巻く環境と非常に関係があるんだというふうに言います。でそしてこの中列王の時代にどんなことがあったかというと、高麗の北部がですね、僧正総監府として、大元ウルスですね、の直轄地となって、高麗ではですね、元に対して、反対運動の意識が非常に高まっていたと。でそこでこれを前提として、仏の保護を受ける我が高麗がというふうな特別な国であることを示すために、この神話が、断崖神話が作られたんだというふうに、主張しました。で、その一方でですね、非常に断崖神話というのは仏教色豊かな、話になっていますけれども、それが、儒教国家である朝鮮王朝においても、崇拝されたのはなぜかということなんですが、それは、かつて断崖の支配地であった地域が、元に取られた、大元ウルスに取られたわけですが、それを奪取しようということが、一つあったと。それから、朝鮮王朝末期のですね、外国勢力がやってくるときに、それに対抗して自分たちは悠久の歴史を持つ民族だということを、訴えるためにもですね、そういう思想が、抵抗なく受け入れられたんだというふうに主張したのであります。で、その一方で、さらに今西流はですね、改めて1929年に断崖校という論文を発表してですね、既存の研究をさらに発展させて、断崖神話と諮問神話の共通性が、認められるというところを、指摘いたしました。そして、断崖神話、扶養系の神話は、本来は、海部僧という、高句麗のですね、最初の、高句麗本義に出てくる最初の神話の部分の、扶養の神話として出てくるんですけども、そこの話だというふうに主張しました。そして、その結果ですね、彼は何と言ったかというと、これは現代朝鮮民族の祖先の主体である漢民族とは関係ないんだ。つまり、スングース系の神話なので、朝鮮民族の漢民族とは関係ないんだというふうに言い主張したんですね。そしてそれが高麗時代に、僧侶たちによって、帝釈官員の子孫だというふうにされたというふうに主張しました。このように今西はですね、主張した上で、王権仙人は、疫病の妙薬である、仙丹と王権仙人を関連させて、さらに、仏教の話、それからシャーマンの話とかといって、断崖の微笑をつけたものが、朝鮮民族の会社として、断崖が生まれたんだというふうに主張をしたわけであります。で、断崖神話に見える、大白山というのは、やはりこれも以前に主張された妙高山の別名だというふうに言ったわけですが、この妙高山が出てくるのがですね、大白山が出てくるのは、神宗以降の話であるから、その頃以降に断崖の話は広く、広まっただろうと。で、実際に、ですから、三国志の、古朝鮮上に引用されている断崖古記という古いの本はですね、神宗からおそらく高宗代ぐらいまでに作られたんではないか。で、それが広く広まったんではないかというふうに主張しました。そして、一方で断崖神話がなぜ高麗の時代にできたのか、広まったのかということについては、当時高麗ではですね、領とか金とか元といった国々と、争って、その国々がですね、軍事的侵略を非常に高麗に、行っていたわけですが、そういう中で攻撃を受けた高麗の民たちが、自分たちは同じ民族なんだという自覚が強まっていく中で、自分たちはですね、非常に長い歴史を持った民族なんだということを主張するために、その話を作ってですね、そして自らを慰めようとしたんだというふうにしたというふうに主張しました。そして仙人王権を、帝釈天の孫だというふうにしてですね、断崖という名前、尊号を立てまつってですね、断崖は中国の、伝説上の皇帝である行と同じ人物の、時代の人だというふうに位置づけて、言ったわけですが、それは、その領とか金とかモンゴルの、高麗に対する軍事的圧力という、時代の要求に的中するものであったというふうに主張しました。
で、その上で団群神話はですね、今日の朝鮮民族の歴史じゃないんだ、つまり漢種族の神にあらずというふうに伝えたわけですね。で、当然ながら日本のスサノオミコトとの関わりについても否定してですね、全然関係ないというふうに言ったわけであります。で、そういう研究者の中で、では稲葉君山がですね、具体的にじゃあどのように団群神話を理解していたのかというところで、まずはですね、その批判的な解釈のところから、見ていきたいと思います。で、稲葉という人はですね、畑田隆という戦後の研究者によってですね、稲葉君山は団群伝説を掲げて朝鮮民族の独立精神を骨髄する、歴史式の公用ですね、つまり団君をもとに我々朝鮮民族は独立すべきだというような主張がある中で、そういう歴史意識をですね、非常に警戒心を示していて、その団君神話を打ち破るために、団君とは関係ない満戦一体論とか満戦不可分論を力説したというふうに評価しました。この評価はですね、非常に大きな影響を与えたわけですけれども、では実際にですね、稲葉君山の認識はどうだったんでしょうかというところですね。畑田隆の研究は、そういう影響を非常に与えましたけれども、実際に一つ一つですね、稲葉の論文を丁寧に読んでいるかというと、必ずしもそうではない部分が多いという部分があってですね、実際にじゃあどうなのかということを見ていきたいと思います。で、稲葉はですね、1920年代にですね、朝鮮人の民族性を考察して、いわゆる朝鮮人自覚論に及ぶという論文を出しておりますけれども、その中で、古来朝鮮半島の統治者は中国人、もしくは満州人にないものはなかった。つまり、漢人か中国人の、満州人だったと。そして、生粋のですね、韓国人から出て、王になったというものはほとんどないんだというふうに言っております。ですから稲葉はですね、この論文では何が言いたいかというと、朝鮮は4000年の歴史がある、こうやる4000年の歴史があると言ってますけども、それを真っ向から批判したわけですね。で、その上で朝鮮は古来封建政治のない国土であるからですね、朝鮮人に自治性を与えることも果たして与えられたものの幸福となりうるであろうかというふうに言ってですね、つまり封建性もないんだから自治政府なんてとんでもないというような主張をしたわけでありまして、非常に朝鮮の歴史について否定的な見方でいるわけです。で、その後1922年には朝鮮の文化問題という論文を出してですね、団群神話にはですね、信仰があると、それが含まれているので、民族の将来を示していて、その生活を規定するということについては問題はないけれども、それだけではですね、民族の由来を知ることができないんだということですね。で、さらに稲葉にとって重要だったのは、帝国日本の市民の一人になった朝鮮人がですね、日本国家の一員という理解を持つことができなくなるという、そこが非常に大きな問題だったということですね。で、その一方で団群神話はですね、将来の民族形成の上に非常に効果があるんだということも認めています。しかしながら、この論文の中で、言っているのはですね、歴史に示されている、由来とはですね、つまり朝鮮民族の歴史の話展開とはですね、全く関係がないんだと言わなければならないんだというふうに、言っているわけであります。で、したがってですね、稲葉にとって民族の由来をどういうふうに考えるかということを注目するとですね、民族の由来と関係ない団群神話を、根拠にしてですね、朝鮮のは長い歴史があって、だから独立しなくちゃいけないんだということは、その本当の歴史を無視したものとしてですね、批判すべき対象であったと。で、その先方に当たるのがですね、チェ・ナムソンを代表とする朝鮮の学者への批判に行くわけですね。つまり彼らはですね、団群神話に基づいて朝鮮には長い歴史があるんだというふうに言ってきたわけですけれども、稲葉によれば団群神話が民族の由来とは没交渉であることを全く考慮していない。つまり関係ないということを考慮していない。で、それから満州や蒙古の諸民族に朝鮮半島の王朝はですね、非常に何度も屈服してきていると。で、そして、最終的にですね、中国の皇帝の政策、つまり、
年号を用いていて中国の政治的な影響下にあるということを全くですね、考慮していないといいますか、本来は稲葉によると朝鮮の歴史の王位の継承は、中国の天子に要するに決定されていたんだということを、考えなければいけないんだけれども、それがないということで批判。で、それはですね、今稲葉によればですね、民族の不面目、つまり不都合な面があると。でそこについて、思われる記事はすべて全部、削除している。そして、そういう都合の悪いところを削除しておいて、自分たちにとって都合のいいところだけを、踏まえて歴史を書いていることが非常に問題であると、いうことですね。そして、ダンクン神話だけじゃなくて、その後の朝鮮人によって書かれた話ですね。そのすべてが、非常に都合の悪いことを全部削除した、そういう歴史観をですね、非常に問題であると。いうふうにして批判しました。でその理由はですね、第一番目はですね、非常にその歴史が誤っている、歴史の誤った解釈である。つまり、中国に支配された、あるいは中国の影響下にあったっていうところについてはですね、非常に全部削除するというような恣意的な問題があると。それから、これが一番もっと大きいわけですが、そういった歴史観によってですね、日本が朝鮮半島を併合したというこの精神がですね、こういう誤った歴史観によってですね、曖昧に伏せられてしまうということが非常に問題だった。つまり現実的には、朝鮮半島は日本帝国の一部である、に併合されて一部であるんだということがですね、無視されている、批判されてしまっていることが問題だったということですね。そのためには、じゃあ稲葉はどうすればいいのかということで、これは日本人も含めてですね、朝鮮人もちゃんと朝鮮史を勉強する必要があるんだということを力説します。そして、そのためには朝鮮総督府という統治機構にですね、非常に歴史を編纂する事業を行う必要がある。でそこで、正しい、括弧付きの正しい、朝鮮総督府にとっての正しい歴史というものを作ってですね、客観的な歴史を作って、そして、それ以上のものはできないんだから、もうやめよう、作るのはやめようというふうにさせるのが一番いいんだというふうに主張したわけであります。ですから稲葉はですね、31運動独立の後にダン君を中心に、自分たちは長い歴史を持っているというような朝鮮の学者たちによって作られた、朝鮮史を批判するということも一つなんですが、それが独立運動にも非常に大きな影響を与えているということを踏まえてですね、総督府で、歴史編纂事業を行う必要があるんだということを、ここで改めてですね、主張したわけですね。ですから総督府において歴史編纂事業を行うということは、稲葉に言わせれば歴史を単に編纂するということだけではなくて、現実的な独立運動とも関わっている重要な問題なんだということを主張するわけであります。そしてですね、朝鮮総督府というところで、稲葉はですね、ダンクン神話に関わっていくわけですが、次にそれについて、主張していき、考えて、述べていきたいと思います。朝鮮編史編纂委員会というのはですね、大正11年の12月に、内戦学者、つまり日本と朝鮮の学者にお願いをして、公平かつ学術的になる朝鮮史を編纂することを目的に作られました。で、それに合わせてですね、稲葉もですね、朝鮮史編纂委員会の幹事ということで、そこに就任します。ただこれはですね、いろいろ問題があって、もっと会を充実したものにしようということになって、1925年の、3年後になりますけれども、朝鮮史編集会が設置されて、稲葉はですね、そこで修士官という形になります。で、早速そこでですね、ダンクをめぐって議論が行われました。第1回の朝鮮史編纂委員会が、1923年の1月に、8日から10日にかけて行われましたけれども、まず韓国のイヌファ、委員からですね、建国の神話をめぐってダンクン神話をですね、民族の精神を発揮するものだから、ぜひ載せを掲載しましょうということを主張したことに対して、一人目の日本の柏原委員がですね、ダン君騎士のことは建国の主要な事項でなので、網羅することにしたいと、つまり収録したいというふうに答えています。で、さらにイヌンファはですね、ダン君神話騎士伝説はいずれも採用すべきであると。
いうふうに強く主張したわけですね。まあ、それに対して黒板克己はですね、段君と岸のこの記事はですね、まあ、人によって研究者によっていろいろ解釈が変わるのだというふうにして、つまりまあそれは伝説なので、まあ、解釈をどう取るかというのでいろんな意見があるんだけど、そこについては、まあ、解題を付すということが必要だと。そして、委員の間でいろいろ見解異なる場合には、まあ、両論併記で、いろんな意見があるんだということもちゃんと載せればいいんじゃないかというふうに考えていますというふうに伝えています。で、まあ、彼にとってですね、まあ、重要だったのは、段君神話は実は史実ではないんだ、実際の話じゃないんだということを示すことが、まあ、重要というふうに、まあ、彼は考えていたわけですけど、まあ、そのように主張したわけですね。さらにですね、オユンチョという人がですね、段君と騎士はどのように取り扱うおつもりですかというふうに、これはやはり三国の前に載せるべきですかというふうに聞いたわけですね。まあですが神話ですから、その建国神話ですから当然前に置くんですかというふうになったときに、黒板はですね、いや段君の騎士はまあ記載する載せるんだというふうに言っています。ただその建国神話という具体的な年代がないものですから、これをまあじゃあどこに入れるのかというについては、まあ今後いろいろと検討してですね、相談させていただいて決定したいと思いますというふうに伝えています。でこれはですね、実はその朝鮮史というのは何年に何々があって何年に何々にあったというような変年体という形をとっていますので、その段君神話をですね、具体的にじゃあいつなんだということがまあわからないということで、それじゃあどこに挿入すればいいのかということが、まあ、一つ問題としてあるんだということを、まあ、伝えていっているわけであります。で、そうこうしているうちに第8回目の編纂委員会でまたしてもダン君の話が問題になります。これは昭和9年のことでありました。この時の委員として出てくるのがチェナムソンでありまして、ダン君騎士がですね、まあ、実際にできている第1巻を見てみるとですね、本部にないと、それは一部補充のような形で割中か等中ですね、まあ本の上半上部分に、まあ、説明書きがされている部分にあるだけだというふうに、批判をしてですね、これはやはり載せる必要があるので、もう一度、まあ、残った作業があるのと合わせてですね、これを正編もしくは補編補う編という形にして、段君騎士について、まあ、資料を載せるということが重要なんではないかというふうに、主張したわけですね。まあ、それに対して稲葉はですね、いやその段君神話をですね、まあ、先ほど来言いましたように具体的にですね、何年に何があったっていうことがわからないので、じゃあ具体的に言える場所がないんだというふうに、まあ主張しているわけですね。つまり段君神話は 何々の王様の何年の何月のいつ何日なのかというのがわからない。だからそれをどうすればいいのかわからないので、我々はまあ非常に困難だったので、最終的には収録しませんでした。というふうに答えているわけですね。まあ最初の1回目では、必ずダン君については載せますよというふうに言っていたんですけれども、蓋を開けたら結局、それがどこに位置づければいいかわからないので、まあ載せませんでしたというふうになっているわけですね。で、じゃあ実際に載せなかったので、もしかしそれならば、チェナムソンの委員の指摘するように、まあ、別編もしくは補編を作ってですね、そこに載せますかというふうに問い合わせしているわけですね。そこで、チェナムソンは、その歴史的な事実ということだけに注目するんではなくて、まあ、その思想的な影響、あるいは信仰的な影響というのを発展したものも含めてですね、まあ、全部、まとめて別編として編集した方がいいんじゃないかということを、まあ、伝えているわけですね。その発言の背後にあるものは、そのダン君や騎士が歴史的人物であるか神話的人物であるかは、まあ、よくわからない、確定できないけれども、少なくとも朝鮮人の間ではこれが、まあ、歴史的に事実として認識されているんだから、それを、尊重してほしいという、まあ、解釈が あるわけですね。そして、残念なことに朝鮮総督が作った朝鮮史の本の中にはそれが段君神話はないので、朝鮮人民の中に間にはですね、甚だ恨みが多く、朝鮮人の間にはよく徹底されていないんだと
いうふうになってしまっているという問題を指摘しております。で、一方で、黒板克実のはですね、断君神話が、まあ、その何年に何々が起きて、何年に何々が起きてというような、まあ、変年史の中ではですね、非常に取り扱いが難しいんだというのを指摘した上で、まあ、別編や補編を作ってですね、断君神話を掲載するというのは、まあ、非常に困難であると。まあ、もしそれをやるんであれば、他の儒教とか仏教とかですね、まあ、いろんな思想的なものもあるんですが、それをもう入れないといけないと。そうするとですね、事業がたやさえ伸び伸びになっていて、いろんな不都合が起きているのに、また問題が起きるということで、まあ、その事業の延長はもう限られ、決定されていますので、延長はできないんだということで、仕事を増やすわけにはいかないというような答え方をしています。で、まあ、断君神話はですね、基本的にその朝鮮史に掲載されなかった理由はもう一つです。それは、基本資料として、採用されてしている、まあ、三国志記に基づいてですね、いろいろ資料を作ったんだけども、それに出てないんじゃないかと。だから、まあ、載せなかったんですというふうな回答も出ています。で、一方で、その高麗時代、もうだいぶ遥か下がった高麗時代の教敏王の時に、その白文法という人が、断君について、まあ、上書した記事があったり、朝鮮の世宗代に断君をどうやって祀るかということの議論があるので、まあ、そこのところで断君を、まあ、説明的に入れたらどうかというふうに、稲葉なんかは主張しているわけですね。で、それに対して犬派なんかは、断君、騎士のもうそもそも神話の話はですね、とても量が少ないんだから、まあ、稲葉の指摘のようにすればいいんじゃないかというふうに言っています。で、その次の第9回目の編纂委員会でもやはり断君が取り上げられていて、結局出来上がったものを見るとですね、まあ、稲葉がまずその出来上がったのを主張を、説明するわけですけれども、その教敏王の24年の廃王元年上のところに、その断君と関わる白文法が、まあ、死んだという記録があって、そこのところに断君神話を再録するということにしましたと。つまり建国神話はですね、建国からもう1000年近く経った後のところに、まあ、入れられるということになるわけですね。ですから、稲葉はですね、そもそもですね、断君神話は歴史に示されているその朝鮮民族の由来とは全く関係がないんだというふうな前提に立っておりますので、それを朝鮮史に載せることは、まあ、もはや問題だというふうになったわけですね。ですから、まあ、断君神話をその載せるってことは、まあ、ちょっと問題だろうというそういう認識を持っていたわけであります。で、一方でですね、まあ、このように今まで見てきたようにですね、まあ、その日本の朝鮮植民地という観点からするとですね、この稲葉の解釈というのは非常に、まあ、否定的な側面が多い、ね、そういう意味では末松安和が指摘、旗田隆がですね、まあ、指摘したような、まあ、稲葉はですね、断君神話をですね、非常に批判的に主張、捉えているという解釈は、まあ、当たらないわけではないわけですね。したがって、まあ、そういう考え方に多くの研究者たちも、まあ、同じような指摘をしてきたわけです。ところが、冒頭でも申し上げましたように、稲葉はですね、まあ、断君を批判するだけではなくてですね、非常に、注目して、それを肯定的に捉えようとしている部分があります。で、それはですね、まあ、その断君のどのように認識してきたのかというような稲葉の、あるいは戦前日本の研究者の一部の研究者の、まあ、研究としてですね、まあ、非常に重要であって、まあ、無視できないんであるという部分がありますので、まあ、じゃあ具体的にどういうふうに考えているのかというのを見ていきたいと思います。稲葉はですね、1922年にですね、やはり朝鮮の文化問題という論文を書いておりますけれども、そこでですね、朝鮮半島の人々がですね、中国からやってきた騎士という人が国を作ったんだというような騎士伝説からですね、まあ、解放されて独立した民族思想の、民族信仰の中心に幕臣しつつある朝鮮人の姿は現在は非常に頼もしい、祝賀すべきことであるというふうに伝えています。で、やはり翌年に書かれた朝鮮の文化問題祭という論文の中でですね、
まあ、朝鮮の人たちがその中国由来の騎士伝説から解放されたことはですね、まあ、歓迎すべきことだというふうに言ってるわけですね。それはですね、まあ、稲葉の、まあ、次のような考え方と関わっていったわけですね。つまり稲葉はですね、まあ、その儒学から朝鮮がですね解放されて独自の発展が遂げれるんだというふうに解釈していて、その儒学儒教を一生懸命信じるというところの観点でですね、まあ、非常に注目されていた、騎士伝説、まあ、騎士は中国の聖人というふうにされてますから、まあ、その人が、まあ、いろんなことをやったんだということを、朝鮮王朝の時代を通じてですね、まあ、非常に人々に信じられていたんだけど、そういうところからまず抜け出さないといけないんだというふうに訴えました。そして、騎士伝説に代わって中国由来の騎士ではなくて、朝鮮民族の男君神話が広まっていくということは、中国からの脱却を意味するんだ。で、それは同時にですね、日本統治下にある植民地朝鮮にとっても非常に重要で、まあ、つまり中国、中国化しているということがあるので、まあ、日本に対しての非常に、批判めいたことが起きているわけですけれども、そうではなくて、そもそもその中国になびこうというような解釈をやめればいいんじゃないか、そうするともっと日本に対してフレンドリーに接してくれるんじゃないかという、まあ、そういう考え方があるわけですね。で、そういう考え方をしておりました稲葉にとってみればですね、その男君神話というのはですね、まあ、元々の中国の付属しているというところから脱してですね、将来の民族形成上にですね、非常に効果があるものだというふうに考えられていたわけですね。じゃあその稲葉が考えていた朝鮮民族の将来って何なのかということですけれども、この朝鮮人の積極的に満州に進出すること、これが稲葉の考えていた朝鮮民族の将来であり、そしてそれこそが朝鮮民族が発展する道なんだということを稲葉は数々の論文で述べています。で、それがですね、まあ、最初に言われたのは1927年の論文ですけども、朝鮮の行き詰まっている方面を打開するには満州を利用する他にはない。朝鮮のごとく固定しきった社会において局面を打開することは、地理的にも経済的にも満州を理解してこれを利用するということが一番重要、必要ではないかというふうに思うというふうに言っています。つまり稲葉にとってはですね、朝鮮半島の発展のためにはですね、まあ、満州に進出することがとても重要であったというふうに考えていたわけですね。で、ところがですね、稲葉に言わせると現在の朝鮮人の民族心理の中にはですね、その新羅を中心にしていると、それが伝統的でですね、満州は朝鮮とはですね全く異なる地域なんだ、つまり我々とは関係ないところなんだというふうに切り捨てられていると。しかし、朝鮮三国の古代の歴史の中に出てくる高句麗や百済というのは、その満州にいた扶養一族の一派であって、その新羅もですね、その扶養の伝説をいくつか受け継いでいる部分があるんだというふうにします。で、その上、結果新羅はですね、当然満州の影響を受けているというふうに解釈をして、つまり、まあ、仮にそうじゃなかったとしても、三国の時代の三分の二、つまり高句麗と百済はですね、満州民族がこの、朝鮮半島にやってきてですね、当時の文化を植え付けていったんだというふうに、考えることができる。で、加えて新羅はですね、その高句麗、百済を滅ぼして、領土を統一したわけですけども、その時にですね、まあ、非常に多くの人たちが、まあ、新羅の中に編入されたわけですが、そうだとすると現在の朝鮮民族はかつて、その満州の高句麗とか満州系の高句麗とか百済系の人たちが、まあ、含まれているんだから、その現在の朝鮮民族の中にはですね、非常に多くの満州民族と呼ばれる人たちが、まあ、入ってきているということは認めなくちゃいけないんだと。つまり古代においてはですね、まあ、朝鮮半島と満州が非常に密接な関係にあったんだと。ですから、その新羅の子孫であって高句麗とか百済の子孫でないというような考えるのは、まあ、非常に偏見に過ぎないんだというふうに、まあ、稲葉は言ってるわけですね。そして、満州から起こった民族も我々と同じ同源同民であるというような解釈が最も正しい朝鮮の歴史の解釈ではないかというふうに考えるんだというふうに主張しています。
つまり、稲葉にとって重要だったのは、古代から朝鮮と満州がいかに密接な関係であるかを説明することが重要だったわけですね。ですから新羅だけを中心に考える朝鮮の歴史家の考え方はダメで、これを是正して正しい歴史解釈をするためがことが必要だと。そのためには何が必要かというと、満州のつながりを持ってですね、民族の発展を図ることがとても大事なんだということを主張します。ですからこのように言ってる、述べてるわけですね。先人は、つまり朝鮮人は、その伝統的と思われる新羅本位の歴史観を放棄して、三国、つまり高句麗百済新羅の一体の本然に変えなければならない。で、それはどういうことかというと、結局、朝鮮半島は朝鮮半島でというような解釈ではダメで、満州から、起こった民族が我々と同源同民であるというような解釈が最も正しいんだという解釈になります。そして、高句麗百済新羅は共に同じ民族であって、段君の子孫であるというふうに考えて、当然同じ段君の子孫なんだから、その高句麗が領有していた旧満州の地域もですね、やはり朝鮮民族の歴史なんだというふうに解釈すべきだ。つまり、簡単に言うとですね、非常に朝鮮半島の歴史というのは朝鮮半島だけでなくて、朝鮮半島から拡大をして、特に北側に拡大をして、旧満州も含めて、これは朝鮮民族の活動地域なんだというふうに、考え直した方がいいというふうに言っているわけですね。で、稲葉が考えていた、このような満州に進出するというようなことはですね、もともと稲葉自身が考えていた千万、万千一体論、一家論というものに基づいていたわけです。でところが、そこで注目なのは、その扶養系の高句麗百済も、実は朝鮮民族の子孫である段君の子孫だというふうに考えるべきではないかというふうに説いたことがとても重要でありまして、それはですね、高句麗も新羅もですね、百済も段君の子孫を根拠にですね、その結びつきがそれぞれ強調できる。で、それに基づいて、従来の、その朝鮮人の人たちが満州に対する、偏見を捨てて、あるいはその認識を改めるべきだというようなことを説いています。で、この段君の子孫であるというふうにした部分ですけど、そこが注目で、実は稲葉にとってですね、重要なのは、三国時の王暦の高句麗始祖、主毛が、段君の子というふうにすることはですね、非常に注目したわけですね。つまり、段君の子孫だ、みんな段君の子孫だって言ってるんだけど、じゃあそれはなんでなのかというと、三国時の高句麗の始祖、三国時に、主毛が段君の子供だというふうに出てる。そこが大事なんだ、というふうに言ってるわけですね。つまり、それが歴史的な根拠になって、こういう主張をやっているわけであります。つまり、朝鮮の人々が、段君の子孫であるということになればですね、満州の広い地域で国を形成した高句麗も段君の子供なんだから、扶養系の高句麗の扶養系の人々たちはやはり朝鮮民族と同じ朝鮮民族だというふうに解釈できる。そうすると、基本的には高句麗が段君の末裔ならば、百済も高句麗から出てきてるんだから、それも段君の末裔である。で、当然新羅と新羅は朝鮮民族なんだから、段君の末裔なんだから、これらはみんな、段君の末裔であると。そして朝鮮民族だ。というふうに解釈するわけですね。で、その場合、三国時に出てくる、その、段君が主毛のお父さんであるという記事に対する資料的信憑性が、じゃあどうなのかっていうふうに問題になるわけですけども、稲葉はこういうことについては我々は虚心坦懐に記録の命ずるままに解釈していきたいものではありませんか。つまり、三国時の記録に書いてある段君は主毛という高句麗の最初の王様のお父さんであるということについては、もう疑いもせずにですね、何の交渉もせずにそこに書いてあるのは自分にとって非常に都合のいい。ですからそれはそのまま信じていこうじゃないかというふうに言ってるわけですね。そこが一つポイントになるわけです。で、稲葉はですね、結局では何が重要かというと、朝鮮民族の発展のためには、満州に行く必要がある。で、そのためには満州と朝鮮は不可分で関係にある。
っていうことをまあ伝えてですね、そして深文の関係にある満州に行きましょうと。で、そのためにはじゃあそれぞれ別々だという認識を捨てる必要があるんだけど、それが一つなんだよ、本来一つなんだよということを認識する上で重要な役割を果たしたのがまさにダン君の神話の話だったということですね。つまり歴史的前提として満州系のコウクリとクダラとシラギを含めた同一民族をまあ認識させるということでダン君を積極的に利用したわけですね。でこのダン君が主門のお父さんであるということについて、稲葉自身はですね、別の論文、つまりここに出ているコラム「ダン君伝説」という論文の中で、説明、論及しています。でそこで、まあ、三国志に出てくる、関係ですね、つまりダン君は主門のお父さんだということについて言及しているんですけども、これについてもですね、特別に資料批判をするわけじゃなくて、ここに書いてあるんだから正しいじゃないか、信じていこうじゃないかというふうに言ってるわけです。でところが、稲葉に言わせると、これはなぜ三国志にのみ記されて三国志にないのかということが問題になるわけですけども、そのダン君とシモをお父さんと子供という関係にする三国志の記録はですね、その新羅の全盛期ではですね、とても信用できない、受け入れられないという記録だと。したがって、新羅家の、まあ、金府職が編纂した三国志には、そのダン君と主毛が親子であるというような解釈はですね、まあ、左右されないんだというふうに理解します。そして、主毛とダン君との関係からですね、朝鮮関係と朝鮮半島と満州は非常に密接な関係があって、密接不可分であると。そこを前提にして朝鮮派の人たちは、自分たちが今おらんけと言っているようなところは全然違うところだというような解釈を捨ててですね、満州にどんどん進出していくべきだというような主張をしていったわけであります。ですから稲葉において、はですね、まあ、満州と朝鮮は不可分だというふうに解釈しているわけですが、それを説明するものが、まあ、ダン君神話であって、それを積極的に活用したわけですね。でその後その満戦不可分論の立場からはですね、ダン君神話が具体的に示すものだということが、まあ、それ以降の論文にも出てきます。例えば1933年の論文の中で、ダン君の降臨地の太白山は出てくるわけですが、それはその朝鮮民族の認識はもともと北側に向いていたんだということで、そこからですね、朝鮮と満州はまあ不可分な関係であることをダン君神話がすでに証明しているんだから、そのことを踏まえて考えないといけないということをまあ主張しています。でさらに同じ年に発表された満戦史体系の再認識というところではですね、まあ、まあ現実問題として満州国が建国されるわけですけども、その過程で千万一条というスローガンが唱えられますけども、そこでダン君に対する認識も非常に強調されます。で、ところがコウクリ・クダラの滅亡が、まあ、その朝鮮民族にとってですね、まあ、その満州についての認識を、まあ、減退させてしまった。そして朝鮮王朝以降、怠慢感情ですね、満州に対する感情は回復もなくですね、そして、むしろ侮蔑を持って、まあ、おらんけというような表現がそうですけれども、まあ、そういうふうになってしまったと。で、しかしその中で実は本当はダン君神話とダン君が主毛の父とする三国志に注目する必要があるんだよということを、まあ、主張する。でそしてこの説はですね、つまりダン君神話を全面的に支持するならば、朝鮮も富陽も満州も全てダン君の子孫だということになりますというふうに強調します。したがって、まあ、ダン君神話ということと主毛神話の関係からですね、千万依存、満千万、満千一条を実現しようとした稲葉はですね、まあ、そのように考えている。でその実現する上でこのダン君の神話というのはとて もう望ましい、非常に素晴らしいことだというふうに主張しているわけですね。でそしてこのダン君神話によって半島人、つまり朝鮮半島の人たちが歴史的な満州に対する悪い印象をですね、まあ、是正して、その知識を深めること、進めることに非常に効果があるんだということを伝えています。
で、稲葉はですね、満州と朝鮮がですね、その団群神話によって、一体性ができるんだということを非常に強調しています。つまり稲葉にとって団群神話はあくまでもその万千不可分、千万一条を実現するためには極めて重要なもので、その観点において、団群神話はですね、非常に肯定的に捉えられていたわけですね。そしてかつ重要視されていきます。ですから本来は決してその団群神話に依拠した朝鮮民族の自主独立を認めようというような観点から稲葉は団群神話を認めたわけではなくて、自分が主張する万千不可分論という観点から肯定的に解釈をしていこうというようなことをとっているわけであります。で、稲葉はですね、先ほど来言っておりますように、朝鮮人が満州への進出を促進するという大前提の中で、団群神話を非常に肯定的に捉えましたけれども、それはですね、その稲葉なりに言えば、朝鮮民族が満州に進出することによって、朝鮮民族が発展するんだというふうに考えていたわけですね。ですから朝鮮人が満州進出するという観点からにおいて、非常に団群神話は肯定的だったんですけども、こういう満州との関わりの中で肯定的に評価されたのがもう一人、実は高麗の子孫王権でありました。で、稲葉は1932年の中で、何度も言っておりましたけれども、満州国建国という未曽有の機会を利用して大いに、満州方面に展開してですね、三国時代の昔に帰り満蒙に対する旧見解を、放棄すべきだというふうに主張しています。で、この満蒙に対する古い見解とは何かというと、稲葉に言わせると、朝鮮人が新羅の末裔で、高句麗百済とは異なる人種と、つまり満州にいる人たちは自分たち朝鮮半島のとは全然違う人たちだという解釈はもう、ダメだ、そういう古い解釈を捨てようと、ね、でその朝鮮半島だけというような偏安的な生活に甘んぜずですね、大いに満州に打って出ようとした人物がいる。それが朝鮮の歴史の中にも英雄としているじゃないか。それこそが高麗の王祖大権、高麗の大祖王権であるというふうに、彼は主張したわけですね。で、その高麗の稲葉に言わせればですね、高麗の大祖王権はですね、平壌を経営して木を見て遷都しようとしたぐらいだと。そして高句麗の別名である高麗の国語を採用したのも、こうした満州方面を意識していたからだ。で、ですから彼はですね、高麗の古に帰れという標語を大衆に向かって呼びかけたいとまで主張しています。つまり彼はですね、高麗の大祖王権は高句麗を継承して平城を正教として国家の拠点を長白山に置くという、その姿勢に対してですね、敬意を表するを禁じざるを得ないんだというふうに言っています。で、積極的な満州進出の前提として団群神話だけじゃなくて、高麗の大祖王権も非常に注目されていくわけですね。で、その敬意を表する理由は、その満州方面に進出したということは当然なんですが、それは高句麗の継承者になろうとしたがゆえに、とても重要である。そして、満州と朝鮮半島両方を支配しようとしたということが重要である。で、それは、高句麗が実はそれをやっていたわけですね。ですから、その高句麗になろう、近づこうというようなことをしたことが重要なんだということで、逆に言うと、それは高句麗がですね、稲葉にとってはとても重要視されていたということを意味するに他ならないわけですね。実際稲葉はですね、高句麗を極めて重視していて、論文の中でですね、半島の古来の歴史を見ると、その輝かしい時代は何といっても高句麗を持って大地に押さねばならぬというふうに言っているぐらいですね、一番輝いているのは、高句麗の時代だというふうに言っている。で、高句麗は満州と朝鮮を支配したからこそ強大だった。で、つまり、稲葉が理想とする満千不可分を歴史上唯一実現したのが高句麗であった。だから高句麗を高く評価した。で、団群神話やその王権の神話を肯定的、王権の活動を肯定的に解釈しようとしたのは、その
万線不可分論の観点からそれを実現したコンクリートと関わってとても稲葉にとって注目されたわけですね。ダンクン神話は当然ですけども、コンクリートの始祖シュモーの お父さんが、ダンクンであるということ、それから高麗はコンクリートを模倣しようとしたということ、そういうコンクリートとの関わりから非常に注目されている。つまりダンクン神話の肯定的な、解釈の背後にはこうしたその稲葉による満線不可分論、そして朝鮮人の満州進出というような観点からの側面からの理解が必要になってくるわけですね。でそこにその稲葉によるダンクン神話の、まあ、肯定的な解釈があるんだという、そこに本質があるんだということを、まあ、お話をして、私の講演を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。